平野紫仕様のモノマネ疑惑に揺れるファンの心、先輩の持ちネタを披露し物議。日本テレビのバラエティ番組、しゃべくり007において、キングプリンスへの平野仕様が、先輩の特技をモノマネして、ファンの間で波紋が広がっています。彼が、A、B、知事の可愛い行く人の持ちネタを披露し、その結果として生じた反応について、 本校では掘り下げていきます。番組の概要。2023年10月22日に放送された、しゃべくり007では、平野志洋がゲストとして出演しました。番組内で行われた、プロフィール007のコーナーでは、平野がアニメ、リロスキッチや、武田哲也の声真似、 そして、問題のモノマネである、キャトタン、亀梨和也のターンなどを披露しました。特に、可愛く人のモノマネは、観客や出演者を爆笑させました。問題の発端、先輩の持ちネタを平野が披露。番組中、福田光徳の質問に答える形で、平野は、ハマっていること、の項目で一言モノマネを披露しました。 その中で、キャトタン、亀梨和也のターンを見事なまでに再現し、スタジオを大いに沸かせました。しかし、問題は、これが平野の先輩であるワイいクく人の持ちネタであることです。平野の持ちネタになる可能性と人気格差の影響。ワイイいく人は、A、B チジのメンバーで、JR 時代から10年以上にわたりこのモノマネを得意としてきました。 そのクオリティは高く、松本潤とのデュエットなども経験していますが、彼が所属するグループはあまり地上並みの番組に出演する機会がなく、一般の視聴者にはあまり知られていませんでした。しかし、平野がこのモノマネをテレビで披露したことで、今後は平野の持ちネタとして認知される可能性が浮上しました。A、B、チジ、と、キングプリンス。 の間には人気格差があり、この出来事が河合にとっては不本意な展開となりました。ファンからは先輩をパクっているといった批判的な声が相次いでいます。ファンの反応と懸念、番組を視聴したジャニーズファンたちは平野の行動に対して様々な意見を抱いています。一部のコメントでは、 先輩の特技をさも自分のネタかのようにやるのはどうかと思う河合は先輩に怒られるの覚悟で10年以上モノマネしてるのにどうせ河合くんの見て俺もできそうとか軽い気持ちでやったんだろうな先輩パクってる賞にクオリティは遠く及ばなくてほんとダサいこれから河合くんがモノマネしても平野のパクリーでしょって思われるのが許せない。といった様々な懸念や批判の声が上がっています。 アイドル業界は競争が激しく、ファンの信頼を保つことが非常に重要ですが、この一件が平野にとってマイナスの影響を与える可能性があります。平野市洋がしゃべくり007で披露した先輩の特技のモノマネが、ファンの間で議論を読んでいます。特に、 これが可愛く人の持ちネタであることが発覚し、平野が先輩のモノマネを披露したことで、ファンからは懸念や批判の声が相次いでいます。アイドル業界においては先輩後輩の関係やグループの人気格差が織り混ぜられ、一度のテレビ出演がもたらす影響は大きい。今後の平野の対応や可愛く人の反応が注目される中、 ファンたちは彼らの信頼をどのように取り戻すのかを期待していることでしょう。